さあ今回はチャンティコというゲームの体験版遊んでいきます。さあこのゲームはね、森のカードにこう主人公とかの人物のカードをこうねスライドして配置すると、そこから資源が取れて、でその資源のカードと資源のカードを合わせることでクラフトするみたいな、昔遊んだねスタックランズみたいな、そういったジャンルのゲームを遊んでいきます。さあ来ましたね。こうカードが基本、まあ戦闘もこのカードをこう合わせて戦う感じだと思うんですけど、さあジャングルへ歓迎だ。あ、敵ではないんだね。密輸人って書いてあるけど。さあここは神話が文明を打ち倒す地だ。あ、敵か、ドイルは。こっから先は聖域、立ち入り厳禁だ。踏み入れな自殺行為だし、俺は金のために死にたくないと。密輸人率いてるくせに。さあ教授だね、ハワード教授。何事も果たすまでは理論的に不可能なんだよ、ドイル。私は科学を信じている。古代の呪いなんて怖くないさ。おじいちゃんです、おじいちゃん。好きにしな、教授。で、こうバックパックとかね。さあ、朝のジャングル州は別格だな。帰ってこれてよかった。さあ、バックパックを見てみるとしようということで。カードをですね、まあ、好きに、これが、まあ、場みたいなものですね。こうやって置くことで、あ、右下、ハワード教授、生存者。死んでしまうんですかね。まあ、体力、攻撃力、防御力ありますよと。探検ボーナスがすごいね、100% プラス。これ、バックパックに置くとこあって、カードを見つけていきます。で食べ物が多分必要ですよね。1日あたり、その、この数字分。数日分食料があるよと。食べ尽くしたら採取したり、狩りをしないといけない。で、待ち受け。1トンもあると。へぇ。そんだけ。これはこんだけですかね。素材だね。で、ジャングル。これ探索していくみたい。危険も見つかるのかな？あ、さっきですね。さあこの深いジャングルを探索するのは骨が折れるな。あ、待ち受け。出た。待ち受け。あ、え、あ、そうか。あれはまあ、待ち受けの刃の部分しかないのか。ボートじゃないの？教授。さあ、設計図。まあ、これに従ってね、作っていくわけですけど。あ、こうやって出せるんだね。はいはいはい。だシステムもね、その、スタックランズっていうのから、進化してってんのかな。こういうゲーム結構見かけるんですけど、割とタワーディフェンス系もあったりして、一つのジャンルになってますね今ね。これを押すと、わ、めっちゃ便利じゃんこれね。あ、やっぱ棒ですね、教授。やらなくてもよかったよ、教授。今のゲームの経験で、で食料は1日に使うんですかね、一人当たりで。まあ、教授とかになってますけど、モブみたいなやついんのかな、なんか住民 A みたいな。みんな名前付きだったりすると、そのスタックランズってなんか住民とかでしか出ないから、そのこう、ね、愛着持てる分、ミスった時にちょっと、心に来るよね。さあ、立派な待ち受け完成だ。攻撃ダメージ上がります。攻撃クールダウンが下がりますかな。まあ、基本的に攻撃上がってさ、伐採ボーナスがつくと。あ、で、なんか防具とかもつけれそうね。これジャングルを、ものが行くわけよ。めちゃくちゃ早いね。あ、寺院です。あ、待ちだ。あ、そっちに行ってたのか。寺院には何も言わないんですか。あ、ウサギだ。あれ、ウサギだ。狩りの腕前試すのにうってつけじゃないか。捕獲、えい。合ってる、やっちゃったよ。さあ、私が死ねば体草となりウサギに食われる。あ、まあ長期的に見たらね。その前にウサギも何世代か行くと思いますけど、我々皆つながって大いなる生命の循環ね。これ森林は木が取れるのかな。これ木とかから丸太とか取れると思うん で、これ寺院は何かまたあると思うんですけど、探索をして、あ、動物捜索ね。あ、だ木はまた人を置いてやるやつだよね。あ、違う違う違う、ジャングルの中何があるか。さらにジャングルか。それもう一回見ないと。おお。もっとジャングルってことね。ここから動物が見つかるのかな。
そっから何が得られるかまだ分かんないですね。ちょっと知見が溜まってません。ああ、工作台。なんで？どうなってそうなった今。設計図です。これは、何の工作台の？ここじゃない、構造物じゃないんですか？設計図だよね。あれか、入れってことかな。ここにこうやって、ああそういうことだ。はいはいはい、これで覚えましたねと。そういうシステムね。工作台です。丸太と繊維ね。今はこんだけしかないんで。あ、村です。村、人いるんじゃない？人、教授、世間知らずやめてよ。しっかりとね、対話して。なんもなかった。あ、食料があんまないかな。うさぎだってし、あ、うさぎの死体。あ、これだ、これ。でも一日終わりますかね。間に合うかな。お、来た。生肉だ。生で食べる気はしないなと。きちんと焼くために焚き火の作り方を西で調べなくては。焚き火です。食料ですね。さもなくば塩。まあ、これあればいけます。あと1日分ですね。見づらいんですけど。石か。丸太足んないね。まあ、これ木だったりとかから取れるはずです。こっから資源が生まれてきますと。何回か取れますね。おー、違う違う違う。おー、違う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 。これで集めてんの、教授、今。待ってて待ってて。さあ、ハワーズキッチン。場を整えつつね、食料とかね、もう片っこでいいですから。寺院もでも行ってみたいな。石全部なくなりましたね。さあ、これ焚き火に肉入れたら時間で焼けますよってことですね。あ、違う違う違う、教授ね。オッケー。ここで焼きましょ。ジン行ってみる。あー、これ人か。あ、そうか。あ、基本人がいりますね。焦げ目がつけば完成だ。あとはそっとしておこう。ここで食料がね、6、3日分あります。また動物を見つけたり、農業みたいな。あ、土来ました。おー、なんか一気にナイス。今何を作るべきかな。土、なんか種みたいな。それかなんか植物を見つけないと、そもそも。あ、乗られる。おーっと。これは、食えるんですか？くー、強いな、結構。よし。あさっとくか。犬肉も食べるんですかね。まあ、こういった場においてはね。あ、川になった。食べないんだ。洞窟危なそうじゃない？今何もないですからね。何も言われてないんで。何にしよっかな。レンガ。町打って、町へできてるから工作台かな。まあ、設計図だけですね。とりあえず。お、鎌か。陶器を焼く。はぁ。村もう一回行ってみようかな。あ、村、川。川、魚とかじゃない。ジャングルにしたら食料がないね。こんなにないのか。お、石槍ですね。シンプル装備品来ました。もう一人仲間が出てきたらですね。だでも、食料やばすぎない？ちょっと。全然見つかってないです。仲間とか行ってる場合じゃないね。川、あ、ウサギだ。えい、行ったり行ったね。腐りはしないと思うんでね、多分。ね、カード枚数こう20までになってる。あ、骨だ。くそ。食べますよ。
だからこうカードいっぱいになっちゃダメなので、なんか作るなりしないと。獣の巣、これ回復だね。ちなみにね、石なんか作らないとな。工作台がいるな。なんかできる、できないか。洞窟、多分溜まりすぎたら捨てるんだろうね。あの、売るとかなさそうなんで。あ、土だ。土だって単独じゃしょうがないよね。肉を埋めてもしょうがないもんな。ただ食べれなくなっちゃうだけで。じゃあ、ウサギで肉取れなかったのちょっと痛いね。あ、ウサギナイス。でも20です。カード多分上限なんじゃない？なんか、クエストみたいなものがないから。まあ、まだいいか。ちょっと探検してみますか。こういったところでなんか進むかもしれませんね。で、植物繊維なんか木から出んのかな？探索してみないと。わあ、なんもないね。で、周りがこう広がっていくシステムは面白いね。土地がそれで増えます。ね、土もありますから。でもカード今上回ってます。多分、日をまたいだ時にダメになるシステムなんだろうね。何してるよ、これでも。あ、種種って、あ、木か。木の方か。カッパ、ん？カッパだね。葉っぱこうじゃない？違う？葉っぱ違うか。なんか合体させれたらしたいですけど、今んとこないよね。木炭とかね、板。工作台がそもそもいるんですよね、そこの岩。その工作台に向けてのやつが分かんないのよ。これが分かんない。あれ、また木か。これ作れば早いんですけどね。減るので。まあ、この木とか捨てるか、とりあえず。あ、木増えましたね。あ、土消えちゃうんだね。まあ、そうか、そうか。土をなんか合体させて、その、より使える、永続的に使えるものみたいにできるのかな。カードが。さあ、探索してみてますよ。サバンナ来ましたね。火山、山。これ地形でも変わんのかな。獣の巣ってもなんもない。あ、洞窟だ、洞窟。ちょくらあります。まあ、とりあえずね、めっちゃ強い敵出てこなければ死ぬことはなく。さあ、今、無作為に除去。あー、なるほど。で、ジャングルもちょっと復活してきますと。あ、無作選べないんだね。さあ、ジャングルの成長速度忘れがち。手遅れにならないように動き続ける。ここに今迫ってきてましたね。そうか、そうか。広がる一方でもないと。ウサギです。食料焼いといて。いや、無作為削除怖いっすね。持てない？あ、持てる持てる。あ、よしよしよし。ちょっとこれで。そこでいけますよと。焚き火とか消されたらマジ困るよね。寺院、寺院ちょっと行ってみよう。なんか、あるかもしんない。なんかできないから、なんでもいいからさ。束ねたいのよ。作業台待ちですよね、今ね。完全な。動き続けないといけないし、カードも使っていかないといけないし、ウサギさ、外しちゃっていいわ。これ、ほっといたら多分いなくなんないんじゃない？ウサギはカードなのかな？あー、掘れんのこれ。まあ、回数みたいなのないですけど。お、なんか来た。よ、スティーブってんだ。聞いたことないか？マイニングやクラフティングの世界じゃちょっとおしゃれてんだぜ、と。炭鉱者ね。
コウルサクイタカネンダがあんたジャングルの神々刺激してんぜ。あちらかってのがお気に召さないんだ。いい組み合わせじゃねえ。あこいつ使いな。溶岩入りバケツ。不要品の処分にうってつけだ。おありがてえ。ありがてえ。捨てればいいんだね。邪魔なものを。わかったよ。石捨てとっか。葉っぱ捨てとっか。皮とか。あ、皮捨てられたね、さっき。骨とかいらないんじゃない別に。なきゃないで困りそうですけど。あ、これこんないらないですね。皮。いやー、これなのよ、これ。全然ゲットできない。どうやってゲットすんの？いろんなとこ行ってみてみますけど。森だと信じたいけどな。ウサギ、まあ、好きにしててよ。ちょっとまあ、様子が増えてますね。そんなに急にはいかないって感じなのかな。どこで見つけんの、本当に。こういうことではないよね。何かでできそうだよな。そう、原材料が見つかんないっていう。一歩手前の現象になって今。歯を焼くとかか。焼けないよな。モルト。探索だ。もう結構でもカード、少なくできましたね。森もなくなったし。ちょっとね。あ、バナナの木です。これは置いといていいでしょ、そのまま。頭にしとこうか。余分な目をいらないと。持ちすぎないように、神が怒るんでね。今、土捨てた？めっちゃバナナ見つかる。獣か。ジャングルとかにないのかな？石いらないよ。目覚めよ諸君。お、何か潜んでる違いない。見と見ぬふるす、見て見ぬふりをするわけにもいかないと。あそこだ。仲間とかだったら困っちゃうね。バナナがあるかでも。お、猿ですね。かなり遊び好きだったはず。バナナ与えるとどうなるか確かめる必要があるよ。はい、どうぞ。毒吸っとくわ、今のうちに。バナナいっぱいあるよ。うちにおいで。石か。まあ、どんどん広がってくるんでね。そうでいいんですけど。サバンナかな。行ってないところに行くしかないね。サコザカードの力、猿をゲットだ。それもちょっとしたコツでな。こいつを人間に進化するかもしれない。なるほど。お前いける探索とか。あ、いけんね。ナイスナイス。猿の刺激。え？できてんじゃないの？できてるっぽいですけど。まあなんかすんのかな。働いたらこれ出ますよ、正に。バナナからか。はい、ナイス。助かりました。じゃあ、序盤はなかったんだね、そもそもね。バナナよー。食料でも増えてないね。必要数は。バナナしかね、ちょっと、伏せないといけないか。おやすみなさい。バナナそんないらないんだよな。ちょっとそれはそれで困っちゃうな。ここもちょっとずっとね、ここ邪魔してますから。一旦どっか探索しよう。いやでも見つけちゃって作った方が早いか、作れるか分かんない、微妙な時間ですね。猿どうすればいいんだろうね。なんか作るのかな。
やり方教えてくんないからね。あ、ナイスナイスナイス。よし、間に合うぞ。間に合うよ、これで。間に合わないか？まあ、1枚超えてます。細工してみましょう、なんか。大丈夫と思いますけど、まあ、バナナがいっぱいあるんで。OK、できました。工作台です。ちょっとまあ、まだね。物がないですから、今で。加工するもの全く持ってないんで。土か。バナナあげればいいんですかね。ちなみにちょっと明日やろうか。獣の巣めっちゃね、あるんですよ。その後にバナナを、でもいらなそうだね。なんかあんのかな。板とか作れますね、今ね。あ、焼肉関係ないね。いる？焼肉。お、乗らざる、あ、もう一体ってこと？モンキービジネスだもんね。あ、そういうことか。足んなかったのかな？うん、ハイライトできてますけど。獣のとか、まあ、犬とかも出てくるかもしれないけどね。さあ、新しい助手はバナナ経済で働くようだ。獣ともに助け続けてもらえれば次のバナナを見つける。ああ、餌付け再びね。あ、戻っちゃったのか、今。バナナさえ持続的にあればってことですね。行ってくれ、行ってくれ、どんどん。なるほど。人とかではないんだね、じゃあね。バナナこれ。あ、バナナ増やせます。これ重要ね。獣のとこから新しく猿が見つかることもあるわけだよね。バナナちょっといけるか。バナナ増やしたいね。まあ木はありますから、バナナをしっかり。おーっとおーっと、まずいまずいまずい。援護連軍を。あー、やられてた、一方的にやられてたんだ。よし、ナイス。いいね、いいね。どんどん働かして。いや、いいよ、いいよ。ワンオペから変わりました、だいぶ。カードはただ、上限増やす施設があると思うんですね。それ多分見つけないと多分、動きまくるしかないのかな。石材か。いや、これを貯めとくのが相当きついんですよね。わー、なるほどね。一個燃やしとくか。で、バナナ木めっちゃあります、今。ちょっと食料も多いかもしれないね。じゃんじゃん探索しています。まあ、辻と木がバナナの木になってから、稼げると減ってはいるわけだね。バナナの木めっちゃある。死ぬほどあるぞ。当面の食料だね、これはね。さあ、それでも私は生きていく。さ、3日間生存。まあ、余裕じゃない。もう3日経ってると思うんですけど。余裕で。食べる。カードではね、問題ね。茂みだ。これ初じゃないですか。今衣装見つけて捨ててます。ただ見つけて捨ててますね。なんかちょっと作ろうかな。焚き火？粘土がないからこれ作れないよね。加工したとて、まあ加工やするように仕向けますか。
やっといて。いや、優秀な猿だね。茂みからよく取れそう。あ、野良猿戻りましたね。バナナで備蓄しとかないといけないんだね、その分ね。ナイス。わあ、ちょっと違うな。これ何に使うんだろう、ちなみに加工して。えい、バナナよ。どうぞ。あ、戻っちゃった。どんどん戻っちゃう。野生化していく。ああ、ダメだ。これちょっと労働力大幅低下だね。いけー。村って何があるんだろうね。今んとこ何も見つかってないですけど。上回ってんなー。あ、でもそうか、石槍、そういう地に関するものだ、地に関するもの。石槍ですね。まあなんか、なんか作減らしたいから。オッケーオッケー。いらなそうだな、これちょっと捨てちゃおう。茂みね。今木が欲しいね。あ、木の種だ、ナイス。でも土がないな。おお、またサルゲット。ウサギも、もう動物がすごい、動物が大変です。こんなにならないから入れちゃおうか。それこそカード増やしてほしいよね。明日早朝ハワードはじゃあバナナのとこ入れるか。ウサギはいるんでね、いつでも食べ物はなんとかなりますけど。調味料バナナ、これいらないかな。この子早めに入れときたいね、ちょっと変わるんで。よし。お、ナイスナイスナイス。バナナ、お、バナナ保存ね。で、頼んだよと。必要最低限でいいんでね。でも、猿さ、装備できなそうだよね。戻っちゃうなら。チケット。石槍は作るけど、与えらんないね。なんかじゃあ人が見つかんのかな。これか、こうか。同じか。そもそも。大丈夫か、行け。加入しろ。よしよし、忙しい忙しい。よし、2日分。そうそう、バナナかなとちょっと思うんですけど。まあ今でもとにかく村を見つけないとね。もうちょいだな。一人になったらもう一人も早いぞ。作るべきなのかな。これ捨てちゃおうかな。今別にいらないよね。寺院とかから多分手に入ると思うんだよね。あとは地をゲットしてこないといけないんで、村探しとか進めていかないと。
ちいいね、せちゃお。茂みか、木々一個いらないね。なんかカードマイスターコントロールしてます。食い物でまだありますよと。さあ生き延びたんじゃない、まだか。ヒュージ石、これなんかね必要そうだよね。ね、これ。あ、粘土。粘土か。ちょっと待てよ。地下墓所。墓地だね、墓地。粘土。まだやんない方がいいかな。茂みと木。でバナナ君たちの分ね。さあ、石斧。石斧は道具なんでできそうじゃない？捨てちゃうか。ちょっと。いらないっしょ。あ、てか、そもそもこれカードなんだね。あ、なんか、火の手が上がってますよ、今。あの距離なんだ。大いに気になるな。何が起きているのか。どんな謎が待っているのか。行ってみるしかないか。さあ、みんなの力で。お、山。さあ、おいでおいで、かくれんぼやめて姿を見せてと。ジャックと書かれた壊れたコンパスと古代の祭壇の一部。興味深い発見だ。この2つを組み合わせたらどうだ。何か重大なことが明らかになるかもしれない。コンパス、コンパスで方角を示してるんですかね。さあ、狩りの示す先へ行ってみよう。時は金なりだと。上側か、この辺かな。猿を使ってちょっとやっていきますか。うわ、めっちゃ増え、もうすごい、もう大変だ。27枚カードあるんだけど、今どうなってんの。全員がかりで、全員がかりで。あの子やっとくか、バナナ使っちゃえ。あ、戻っちゃったね。粘土のやつ捨てたくないんだよね。よく見つけたばっかで。ここら辺か？24枚。これも含まれてんのかな？捨てろ捨てろ。違う違う、あーっと。待って、今ならいいんでしょ。あ、今ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。1日分の食料しかない。わーっと分断されちゃった。お、古代の祭壇のもう一部と直すための設計図。ジャングルの王になる秘密を明らかにできるかもしれないぞと。助けて。出せない、こっから。あ、そこね。やべやべ、あ、今ハワードが大変なことになってます今。もうちょっと動物の楽園になっちゃった、ただの。これでいける？よし。ちょっと待って、ね、一体どっか祭壇頭部溶岩に分けて、あ、これありますよ。まだあれか？いや、でもコンパス何も示してないな。そうね。
救急車が集まってきてます。あ、村村村ナイス村ナイス。あ、そう、あれ忘れた、ずっとまあ別にいいか、いらんかな、これ探索ですね。広がんないとね、枚数的になかなか厳しい。お、帽子ですね。なんだろう、これすぐ装備できるやつだ。防具、あ、待って、あんじゃんあったわ。さあ行きましょう行きましょう。さあ祭壇、基部、頭部と溶岩入りバケツ。溶岩を流したのかな、そのまま。もう動物楽園です今野生しかいないけど、ほぼ。さあ収録された祭壇を見ていると、かつて読んだことのある似た異物を思い出したと。昔の部族は祭壇を用いて神々に供え物をしていたと。お、備えも何すればいい、マナでいい、マナする。あ、キャンプ地拡大。え、待って、キャンプ地って何、そもそもカード上限じゃない今欲しいのって。ジャングル祭壇の存在に敬意を払い、周囲に生い茂らない。あ、ここをキャンプ地とすると、で拡大、あ、これがその生い茂らないとこってことね。はいはいはい。いや、面白いじゃないですか、ちょっと。猿がいいね、これね。人はどうなんだろう。バナナ食えないの？あ、食える食えるか。大変で、備えちゃうか。ある程度やったら、なんかゲットできるのかな？でもなんか、あるんですかね、その備えるべきものというか、骨とかもバンバン入れて、バンバン入れても。お、あー、まあでもね、ベリーでいいかな。今石欲しいんですよもう何もかも捨ててきたんで、ここに来る過程で全て捨ててきたんで。ウサギ多すぎじゃない、ちょっと。コンパスは何かと合わせないといけないんだもんね。溶岩入りバケツはそのゴミ箱だったわけですけど、今はその備えとしてもできるようになったわけで。あ、祭壇、あ、でもこれはまあでも作れないね。溶岩入りバケツがそもそも作れると思えないから。あ、石、ありがてー。バナナなくなってきたなちょっとこれまずいっすね。石斧なんているんだっけ、そもそも。バナナちょっと土にやんないとな。あー、そこ変わるんだ。斧の方が強いってことでいいの、それは。どうなんだろう、同じか。いやー、マッチってのがいいんじゃない、探索で言ったら。そうだよね、間違えてねじゃあ備えよういや別にいらないのよ、 何か欲しいわけじゃないのよ、そんなに。なんならカード枚数だね。いや、バナナどうしよっかな、ちょっと。ゆとりが欲しいんですよね。あ、バナナアイス。ちょっと入れとくか、じゃあ。なるほど。もっと知見を広めないとね。これ作るように一応するか。ちょっと簡単じゃない。粘土が溜まるかどうかだよね。一気にやりたいんで、やるなら。なかなかこのカード上限増やすってね、やらせてくんないね。
うさぎがやばい。いや、そんな食料も食べられないから。お、二つ目。これでもいけるな、それなら。来た来た来た。キャンプ地ちょっと行ってみよっかな。これで、扱えばいいんでしょ？なるほどね。上側行ってみるか。さあ、キャンプ地広げられるぞと。オッケー、いいね。で、粘土多分いけるかなって思うんで、石ですね。石は石でないと。山行きゃんだろうな、戻っちゃったね。あ、石あった、ナイス。まだ食料めっちゃ、まあ、バナナがあるから難しいですね。1バナナ使っちゃいますね。ジャングルからバナナだよね。作業台行く。これはもう備えちゃいます。動物もちょっとだけやってほしいんですけど。いや、サルフェスに安定的なバナナ供給が必要だね。農地みたいなものがそれこそ必要そう。あー、いや、石山でいい。あ、でも、うん、まあまあまあ。置いといて。とりあえず、まあ、安全圏を確保しながら、5個ですよね。一匹さらにちょっと粘土いってもらおうか。お願いね。あと一個です。取れるかな？どうかな？バナナ一個しかないと。やばい。一時期あんなにあったのに、バナナの木の方が。うわ。最悪なんですけど。やばいやばい。山行こう、山。食料2日分ありますから、これ置いといておくて。あ、バナナバナナバナナ増やします。でもカードちょっとまずいですね。これでも石ショベル、火山はどうなんだ。違う気するんだよ。レンガ。うわぁ、肉かな。ちょっとオーバーしてます、今。粘土出たら、それも、伏せちゃって。石あと1個なんですよね。あ、ナイスナイスナイス。これ、今日中に完成させれば。誰かちょっと入れるべきだったね。あー、まずいぞ。ナイスナイスナイス。間に合うかちょっと微妙なラインですね。バナナのやつ1個。いけ、作れ。1枚か。まあ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 、何が、まあ、この辺だよね。今明らかに撮ってるのは。あ、作れない作れない。減る、よしよし。今食料が減ったので大丈夫でしたね。多分。じゃバナナ行ってもらおうか。あ、でも出れないのか。こう囲われてるから出れないんだね。もう、ちょっと猿を。猿を使いたいところですけど。今日生き残るとりあえず OK かな。これでカード一気に減ります。ここの時間重要ですね。何に使うんだろう。ショベル。まあでも掘るためではないです。
あ、戻っちゃった。さあ失いましたね、仲間たちを。自分一人でも全然探索ができますけど、悲しいじゃないですかと。一旦ね、バナナを増やす方針でね、安定的なモンキーズをね使いたいわけですよ。今もうウサギでいいかな。困ってます。まあいいか、使っちゃえ使っちゃえと。とにかく探索だ、探索こそが重要ですね。置ける場所がない限りはコンパスは使えないもんね。お、ハイポクテカありがとう、心優しき外の方。あ、祭壇主。あ、そっか、生き残ったやつね。この地図を送るあなたが探しているポータルの道しるべとなるはずですと。これだ、これとコンパス来ましたね。お、なんかやばい、敵だ。援軍求め、援軍。穴必要、人の死体埋めんのかよくわかんないですけど、なんかしといてもらって。骨ね、骨いらないね、ここじゃないね。バナナはなんだ、あげとくか。まあここだよな、ここだよね。ウサギの死体いつの間に、あれ人の死体どうなった、あ、あれが骨か。その骨か。あ、来た、ポータル。勝利は我が手にあり、この遠征のために手を尽くした甲斐があった。疑っていた大学の会議論者どもめ、私が全く正しかったと認めざるを得まい。カスどもめと。これポータル使えばいいの。あ、ドイル、どうもありがとう教授。さてこっからが正念場、おあとは俺たちで仕切らせてもらう、面倒はなし。リスクをよこしな、敵だ。おいおいおい、うちの猿軍団黙ってないぞ、コニケへ加えれな。やっぱ敵だったね、俺たちは新人深いたちじゃなくてな。あんたのディスクが欲しいだけだ、最高にして手放しなと。おい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 、やろうというのかね。ダメ、ドイル、行け。いけ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 、おいー、ナイス。賢明な選択だな教授、前に行ったらなんかないですけど。金は死に値しない、あの名前になってる、それが賢明な選択だな教授、前に行ったら金は死に値しないってやつになってますね。どうすればいいの、ポートリケイのか。さあ終わりましたね。はあ、面白いですね。サバイバルはもちろんですけど、探索要素が強かったね。もちろんこのストーリー上ってなるかもしれないですけど、結構やることの指示が少なくて、その分ね、生き残ろうみたいな。だこういろんな地形を探して資源、結構資源捨てていく要素が強かったかな。倉庫みたいな感じで広げるんじゃなくて、備え物の結果としてもらうんで、だから多分なんか、55でなんか作ろうってなった時に、一旦10使うんで、そしたら他のカード12。多分、なんか元々あるようなものとかも含まれてる、多少はね、含まれてると思うし、それこそ食料のストック、2日分なら少なくとも2使うし、猿の分のバナナ、例えば3匹分いったら3使うんで5とか、で10とかいくとほぼもう何も置けないわけで、森をストックしようみたいなこともあんまできないのか、森か木材か、まあ、もうちょっとその備え物をして、まあ、変換してみたいな感じで、土地広げてとか、まあ、使い道あるからいいですね。ただ捨てるだけってのはもったいなかったですけど、後半はね、ちゃんと何かしらにできてたんでね、続けることはできるけど、まあここにしましょうか。